K さん多分 A、俺 A です。どうやってわかったの？こんなことやってるやつ A、A ですか？いや、韓国も一応あるけど、こんなことやったら A なの？あ、でもさ、観光にもなんかよくその話題出てるよね。何それ、全然科学的じゃないってなんか否定する人たちも結構いるけど、意外と合ってるよね。いや、でもさ、最近なんかこうやってブロックを消すだけでマジでヒーリングになるんだよな。目標とかはもういらない。ただこれをする行為自体で、なんか救われるんだよな。俺でもなんかできることあるんだってなんか、思う時もある、たまに。マイクラってあの、なんか大人たちがさ、結構救われるとこってなんか、そこじゃない？俺が、まあ、自分の口で言うのってなんか、ちょっとなんか恥ずかしくもなるけどさ、俺みたいなやつもなんか、建物とか建てれるんだとか、危険そうな場所をなんかこうやって閉めて、みんなに役に立てるんだって思う時ある。暗すぎかな、ちょっと。な、大人になって、社会になんか出る年になったらさ、あんま褒められないじゃん。俺たちって。褒めてくれるのってなんか、若い時のなんか、じいちゃんばあちゃんとか、父さん母さんがなんか褒めてくれるから、大体。俺はそこ結構救われたけど、日本に来て。日本の方々ってさ、韓国と比べたら、韓国人全員ではないけどさ、俺が経験した自分の周りのあの韓国人と比べたら、たくさん褒めてくれるんだよ、みんな。俺の知り合いのなんか周りじゃなくて、ネットとかなんか配信で普通になんか、リスナーもそうだし、日本の方がもっと褒めてくれてるイメージがある。それもなんか俺がなんか日本に移住したでかい理由の中での一つだけどな。ああ、治療用でも使われてるんだ。すごい。だって心治るでしょ。この、目の前置いてるなんかブロックをさ、こうやって消すだけで、楽しいんだよ。疲れた心が、あ、になる。って感じで。まだそうなのかわかんないけど。でもまずいな。こんなことしても何の意味ないんだよね。だって、地下降りてすぐ死ぬから。俺はハードコアのキャラだから、いずれ消えてしまうけど、俺の痕跡をこの街に残す。実は俺がこの畑ですか？これを作ろうとした一番でかい理由は、サトウキビをなんか置くためだったんだな。どの辺に作ろうかな。一旦軽くここら辺に、H がいいよ。じゃあここで、ちょっと PTSD 来るよ。残壕作ろうか。リアルとそっくりだな。最初はこの2マス3マスぐらいをなんか V の形で穴を作って、左の8個と、右のここを壊して、その後、ここを、リーマス、タク、作る。ここを開けたら、真ん中を開いこぼして、次は横。で、これを基準として、ここの上に物を置いたり、ここになんかバッグとかをなんか置いて、後ろは避難できる穴を作って、グレーとか投げ物入ってくるかもしれないから、こんな感じかな。でも投げてきたら実際死ぬ。じゃあ、申し出もらったのはこれくらいかな。けど今、ここまで、作ってしまったけど、まあ、いらないな。こんなことするつもりじゃなかったのに。ちょっと待って、やば。気づいたら、めっちゃ穴作ってしまった。ちょっと待って。ラッサンも、やると思うよ。舞台とか、何で行くのか次第でちょっと変わるかもしれないけど。で、荷物とかなんか置く場所が、さっきここだったじゃん。ここの左と右。そうするのも、早くなんか出るために、引くコースはなんか後ろに穴作って、前に大体自分の必要なものを置くんだよな。パパってなんか持って出るために。で、上には実はね、ここの木とかを切って、1、2、3、1、2、3でなんか、フレームをなんか設置して、そこの上にでかくて広い葉っぱを上に設置する。あとそこの上に、雨が降る時に自分たちで着る軍用服ってあるじゃん。防水ができるやつ。そこを最後に一番上に置いとけば、雨とかが降ってきたら、服の真ん中に集まってるなんか、お水でなんか、軽く顔洗ったりするのもできるんだよね。あ、あります、あります。ROTC っていう、大学4年を卒業したら、必ず軍生活を4年しなきゃいけない、そのコースありますね。ただ、一般編集には入れなくて、ダイヤモンドからスタートですね、ダイヤモンド。あ、それです、それです。あれ、なんて言いますか？ただそれが韓国の場合は普通の大学に必ずあります。まじ専門学校でもなんかあるけど、専門学校じゃなくて普通の大学にもあります。それがちょっと他の国と違うところかな。キムチ食べる年ですか？何歳から食べるんだろう？あ、ダイヤだ！結構早く食べるんじゃないですかね。最初はなんかキムチをなんか洗って食べます。洗濯機にキムチ入れて、洗剤と一緒に入れて、それで綺麗にして食べます。洗濯機の使い方ってみんな日本はちょっと違う？服を洗濯するときしか使わない？日本は？洗濯機？
コリアンジョークですか？何が？冗談だと信じたいってこと？日本も寿司を洗濯機で洗う必要ないだろう。そもそも水から上がってきたやつらのに。タコはマジで洗濯機嫌で洗う。そっか。ちょこちょこ罠入れるのうまいね、君たち。マイクラのキャラがさ、タルコプよりなんか頼もしいんじゃない？タルコプはなんかその高いところから落ちたら、あーとかなんか、悲鳴とかなんか出したりするんだよな。めっちゃ痛そうな声。で、この子は、見て。そうだ、黙ってるじゃん。ちゃんと軍人してるね。ちょっと怖い話かもしれないけど、なんか知ってんのかな？韓国の配信者はなんか嘘ついてるリスナーをさ、洗濯機に入れるらしい？ん？マジ怖い。あの、俺、しげさんとなるべくは仲良く行こうとしてるんですけど、しげさん配信見てますか？しげさん本当にごめんなさい。ちょっと待ってください。上からの目線でいいですか？しげさん、マジごめんなさい。あの、ハードコアちょっと上手くなりすぎて、私。ちょっとあの、マイクラの日、ちょっとキャリしていいですか？ちょっとごめんなさい。よろしくお願いします。激キャリするかもしれません。いや、本当にごめんなさい、もう。しげはハードコアクリアしてるよ。なんだ。なんだ。クリアしたんか。キャリーお願いします。シゲはモード入れるのに12時間。ケイチはモード入れるのに1分。なんか、俺が早く終わっちゃってなんか小さくなるな。俺も長くしたい？なるべく。シゲさん、子供3人でしたっけ？いいパパだな。3人育てるのマジすごいね。俺はシゲさん、めちゃめちゃ幸せになってほしい。今幸せじゃなさそうではなくて。今を基準としてもっともっとね。じゃあ俺もパパなんでちょっとここで配信終了で。なに、俺もムーちゃんとシューちゃんのパパよ。あのさ、シゲさんなんか配信から逃げるとき逃げって言われるの？それおもろいかもな。名前がゲーで終わるのちょっとつるくない？それはまあシゲさんには言うことないかもな。俺がよく見てる観光の配信ってさ、本当にハゲてる人がいるのよ。で、今ハゲてる人だけ喋ってみてくださいとかで、コメントつけてなんか、サブスクして、3部でバンされるのよ。あれがマジクソおもろい。で、あの方なんか、毎月初日にあの、バンした人たちを全部解除してくれるんだよな。例えば12月1日になったら、その人の配信みんな集めて、ハゲの話して、ビッツだったりがサブスクめっちゃ送って、サブスクなら50個ぐらいなんか送りながらバンされる。今月のよろしくハゲって言ってバンされる。また1ヶ月後に来る。めちゃめちゃ愛されてる。からのディスコードになんかハゲてるの写真でなんか投稿して一緒に例えばエイプクスなんか3人パーティーだったりなんかできる。そこはマジでハゲはもうコンテンツなのよ。ハゲに優しい。自分自身はなんか悪口で言ってるんだよな。ゲームしている間にそのリスナーがあだこだ言ったら、お前それ以上喋ったらハゲになるからやめてって言って、そこでマジでコメント欄静かになる。でも最後はちゃんと返すね。お前が言ってるからマジでガチで怖くなってる。リスナーがそれコメントしてまたバンされる。今の目聞いてちょっと殺したくなった？マインクラフトって本当に楽しいね。終わってるこのゲーム。ありがとうみんな。またね。